はい、みなさんこんにちは、こんばんは。ゆいの家インテリアグリーンシェフのこうちゃんです。今回もご視聴いただきありがとうございます。さてさて、今回のお題に早速いきたいと思います。今回のお題はザ・フィリパイナップルコーン微笑みパインということでお送りしたいと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。はいはい、以前パイナップルコーンについては詳細に説明した動画があります。非常にですね、可愛らしいソテツになります。女性から男性まで、年代もですね、幅広く人気があるですね、ソテツになります。何よりですね、パイナップルに似てるということでパイナップルコーンということでですね、その詳細な説明をした動画があります。このようにですね、刺し木小株をですね、刺し木するというところまでのですね、動画になっておりますので、そちらの方、概要欄、コメント欄の方にですね、動画の URL を貼っておきますね。で、今回はですね、その、斑入りというような説明になるかと思います。では、行ってみましょう。はい、ドーンと来ております。こちらの方、ユーフォルビアパイナップルコーン。微笑みパインという説明になっております。管理方法はこのようなノーマルのパイナップルコーンと、さほど変わりがないよということですね。控えめな水やりと、明るい室内と、つまりね、直射日光はねちょっとねまずいよということですね。遮光率 50% 程度の光、つまりまあレース越しの光ぐらいがねちょうどいいんじゃないでしょうか。はい、このようにねガビ山と鉄鋼丸を交配した中の斑入りの品種になりますよということですね。非常に綺麗です。本当に綺麗な品種になるかと思います。ほのかにねこのように斑入りであることは分かりますけれども、ほのかにこうピンク色のような紫色のようなですね色合いもですね見られます。非常に可愛らしいです。はい、でもやはり斑入りになりますので、ノーマルのこういったパイナップルコーン、ソテツキリンに比べればですね、やはり、いろんな項目でですね、劣る面、デメリット部分というのがね、出てくるかというところなんですね。しかし、やっぱり、それを配慮してね、これは接ぎ木されております。はい。台木にですね、接ぎ木されているような状態です。この台木のですね、能力を使って、耐病性を上げたり、耐寒性、耐暑性をね、向上したり、さらにはですね、小株ですよ。小株もね、なかなかこの普通のですね、パイナップルコーンでも小株の生育って非常にゆっくりです。もう本当ね、忍耐力がいるぐらいですね、ゆっくりゆっくりですね、大きくなってきます。で、その斑入りですので、そういった感じの斑入りですから、なおですね、小株、やっぱり生育スピードっていうのはね、遅くなってきますよね。しかしそこを補うかのようにですね、まあ、いろんな項目を補うためにこの追記を代議をしてですね、追記をされているというような感じになります。実はですね、こちら今日抜き苗で届いたんですね。撮影した今日届きました。あ、そうそうね、まあこういった感じのフォルムですから、根っこもたくましいんでしょって思いますよね。僕もそう思ってたんですけども、まあ、抜き苗の状態を見てみるとですね、根っこはですね、そんなにですね、わさわさしているような感じではありませんでした。まあ、参考までにですね、写真を撮りましたので、ちょっと見てみてください。どうぞ。わはい、写真見ていただいたと思いますけれども、結構ね、こんなもんなのっていうような根っこだったと思いますね。はい、そんな感じなんですよね。ですからあんまりね、地中からそんな水をガブガブね吸い込んでいくような、そんなタイプのですね植物ではないんだというようなのが、分かっていただけたかと思います。そして今お見せしているのがこちら、先ほどから言っている小株がねついている微笑みパインちゃんになります。非常にですね、可愛いですよね。まあ、本当ここまで大きくなるので相当期間がかかるんですけれども、今こちらの方はですね、私が仕入れて4ヶ月目になりますね。はい、なんとかね、もう暑い夏をね越してここに至りました。まあ、水やりをね
ほとんどそうたくさんやるということはなくてですね、ほんの10日に1回うっすらやる程度で、あとはね2日に一遍のはみずをしてきたような、そんな感じでここまで来ました。順調にですね結構来たと思います。可愛いですよね。本当この品種をね作られた方本当すごいなと思います。色合いが非常に面白いソテツだと思います。珍しいですよねこんなの。小株がまた可愛いです。はい、でね、こちらの方はですね、この小株ちゃんたちは今もう撮影は11月ですので、来年のね春先に、差し入れして増やしてあげようかなって思ってるところです。それまではね大事にいきたいところですね。はい、このね大義ちゃん、この大義ちゃんはですね問い合わせたところ、ユーフォルビアなんだそうですね。サボテンちゃんに見えますけれども、ユーフォルビアに、接ぎ木してやるんだそうです。で、次実際ですね小株をですね差し木したのがありますね。そちらの方見てみましょう。はい、こちらのゆいの家のオリジナルさつま焼きの鉢に差し木しておりますのが、先ほどのほほえみパインの小株ちゃんになります。はい、可愛いですね。可愛いです。非常に小さいですけれども味があって可愛らしいです。これ今日刺したわけではなくてですね、およそ2ヶ月前ぐらいに差し木して今に至るような感じです。やっぱりねこうやって差し木してうまくいくのといかないのとやっぱりありますでね、例えばねこんな風にノーマルのこれパイナップルコーンちゃんの差し木ですけれども、うまくいかない時はですねすぐに葉っぱに状態が出てきます。もうねすぐねしなしなに枯れていくんですね。で、こんな風にそのしなしなになった小株ちゃんをねこうつまんでみると、こうやってつまんでみるとすぐねぐにゃぐにゃになるんですね。中がぐにゃぐにゃになって腐っていきます。発酵しないっていうことはねやっぱりそういうことなんですよね。ですのでかなりね慎重にこちらの方も管理してきました。ほとんどね水やりっていうのは知らずに葉水をね主にやってきたような感じですね。はい、なんとかここまで来たので冬越しをうまくいって来年はねもっともっとね大きくなってくれたらいいなと思ってるところです。可愛いですよね。うん、小株ちゃんはね本当差し木しがいがある植物だと思います。本当に可愛らしいです。いろんなですねユーフォルビアがあります。パイナップルコーンもあるりですね、こういったこれなんかなんかな、ガビテツですね、ガビテツ、いろんなのがありますけれども、そういった中でこういった斑入りのですね斑入りのソテツがあるってすごく、味があってそして可愛らしくていいですよね。こういうのがね本当自分の手元で育てられる喜びっていうのはですね非常に大きいかと思います。本当作ってくださったですね方にですね感謝感謝というところです。まあ、皆さんもですね、今年もしこれがですね見つけられないとしても来年はですねまた流通すると思いますので、その時狙いながらですね準備しながら探して待ってみるのもですねいいかなと思います。はい、今日はですねこんな感じで、ほほえみパインちゃんのですね説明をしてきました。よかったよという方いらっしゃいましたら、参考になったよという方いらっしゃいましたら、ぜひ、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた会いましょう。バイバイ。